はい、こんにちは、遠藤です。今日は Revisiting Type of IT Support as a Primary Feature というタイトルで発表させていただきます。はい、発表者は Ruby コミッターの遠藤といいます。クックパッド株式会社で、笹田さんとともにフルタイムで Ruby コミッター業をやっております。宣伝なんですけれども、今回の Ruby 会議にはクックパッドがやっているクックパッドマートっていう食材宅配サービスで使っている冷蔵庫、本物の冷蔵庫が展示されています。まあ、せっかく展示なんで、中に実際に Ruby 会議提供の無料ドリンクが入っているので、ブースの一番奥の方にあるので、ぜひお立ち寄って、飲み物を取ってください。ついでにクックパッドブースにも寄ってもらえると嬉しいです。はい、ということで、ちょっと自己紹介に戻るんですけど、これまで私の Ruby コミッターとしての仕事としては、多分キーワード引数の設計と実装をマッツと一緒にやったのが一番有名かなと思っていて、他には、カバレッジの測定ライブラリの実装とメンテナンスとか、最近だと、エラーハイライトとかタイププロフなどをやっていました。今回はこのタイププロフという解析機についての、話を、型解析機の話についての話をします。今日のトークを、概要1枚のスライドにざっくりまとめています。タイププロフっていうのは、まあ、聞いたことあるかなという人もいるかと思うんですけど、 Ruby 3.0 から Ruby に標準添付されている型推論機、型解析機です。こんなふうに Ruby コードを受け取って、型定義を出力するという、型推論ツールです。で、正直言って、今それほど使われているっていう現状にはないかなというのは自分でも思っています。この発表ではなんでうまく使われていないかという、話をまず議論したいと思います。で、まあ、先に結論言ってしまうと、端的に言えば、我々がやらなきゃいけない最終的に必要としていたのは、開発者体験の向上だったからなんですね。つまり実行前にバグに気づけるとか、入力が支援されたりするというような開発者体験を、向上するというのは必要だったと。型推論というのはそのために当然必要な重要な機能ではあるんですけども、それだけでは足りないというのが、だんだん分かってきたというのが、自分の分析に、分析です。で、その反省を踏まえて今ですね、タイププロフの作り直し便宜上バージョン2と呼んでいるんですけども、これの開発に取り組んでいます。今年の頭からタイププロフ V2 では最初からその開発者体験の向上、まあ、具体的には ID のサポートを念頭に置いて、解析アルゴリズムを、まるっと作り直しています。今年の終わりの Ruby 3.3 までに、少なくともシンプルな Ruby コードでは、実用段階と言えるぐらいのものにしたいなと思って今鋭意開発中という感じです。なので、まあ、いろいろ荒削りなんですけども、まずは現状をデモしたいと思います。ですね、デモをお見せします。これはさっきね、なんか VS コードが、Windows マシンを再起動したらなぜかアンインストールされるという事件があって大慌てでインストールしてたんですけども、はい、ちょっと待ってくださいね。まずはですね、トイプログラムで、タイプロフの動きを紹介したいと思います。ちょっと適当にこの辺に書いちゃうんですけども、まあ関数を定義してみます。定義するとですね、今パッと上に出たんですけども、型が推論された結果が出ています。出力結果が2って言ってるんですけども、なんかインテジャーを返してみると上がインテジャーに変わったりですね、これをストリングに変えるとストーリングに変わるっていう感じですね。こんな感じの機能です。で、タイププロフの、この引数はアンタイプとって何かわからないっていうのが出てるんですけど、まあ、例えばインテジャーを渡してみると、これインテジャーを受け取るねっていうのが出てくるっていうふうに、まあ、何が渡されるかによって、型を推論するというようなのがタイプロフの特徴になっています。ストリングを渡すとですね、ストリングは、インテジャーというふうになると。でですね、まあ、なので渡されうるやつが、ひょっとしたらこれ間違い意図してないかもしれないけど、とりあえずデフォルトでは、渡されうるものが型として出てくるという感じです。でですね、意図してないのをちゃんとエラーとして報告してほしいという場合には、ここをクリックするんですね。今表示された推論結果のところをクリックすると、それがコメントでなんと型注釈が書けるんですよ。これ型注釈は嫌だって言ってる人がいたんですけど、書けるようにしちゃったんですよね。で、型注釈書いてるから、こんな風にストリングを消すとですね、こっちには分かりますかね、赤線が出てきたんですね。これフェルズリゾルブオーバーロードということで、はい、ありがとうございます。ストリングを渡しているところが、なんかおかしいぞっていう風に怒られているというような感じです。もちろんだからインテジャーの方を
消すと上のインテジャー渡したところが怒られるっていう感じですね。これが、タイプロフの、まあ、基本的なトイプログラムを使った、説明になります。で消してもうちょっと大きな、デモというかプログラムで紹介したいんですけども、このコードですね、タイプロフのソースコード自身を、デモとして表示しています。まあ、あのさっきと同じように関数のアトリリーダーとかもですね、あの返す可能性のある方とかが推論できた範囲で、表示されているっていう感じで出ています。今タイプロフ7000行ぐらいあるんですけども、まあ、結構レスポンシブに、解析できているかなと思います。どっか分かりやすい例を示すとですね、ですね、型のホバー、こうやってマウスカーソルを当てるとこの型は今ストリングハテナって推論されてますね。まあ、みんなご存知なその環境変数の読み取りオブジェクトからストリングを引いた結果はストリングハテナっていうのはあの RBS っていう、まあ、型記述言語の中についている型データベースから読み取って、推論しているという感じで出てます。あとは定義ジャンプとかかな、このインストールゼロっていうメソッド呼び出しがあって、まあ、下に実態あるんですけど、まあ右クリックで Go to Definition ってやると今こっちの方が光ったのが見えたかなと思うんですけど、まあ、飛べると。もちろん、別のファイルにあるようなこれ、coderange.rb の別のファイルにあるメソッド定義を Go to Definition すると、これちょっとでかいから見せる coderange の、クラスの中にある、self.from ノードのメソッドが、見えたと。テストの定義ジャンプも実装しています。 coderange のところを Go to Definition するとクラス coderange の定義のところに飛べるという感じで、なかなか便利に、自分自身があのドッグフーディングしているんですけども、使えているという感じです。他の機能をかいつまんで紹介すると、まあ、簡単ですけど、インテジャーのメソッドですね、これ保管が出ているタイムズとかっていうとタイムズとかが出てくるとかが、あのストリングにしたら当然、まあ、gsub とかやると gsub とかあのストリングが実装しているメソッド一覧が出てくるという感じです。あと見せたいものとしては、定義ジャンプで言うのを忘れてたんですけども、候補が複数ある場合は、ですね、例えばこれのサイトっていうのを見ると、いろんな方のユニオンとして推論されてるんですけど、そのデストロイメソッドの Go to Definition をしてみると、例えばこれいくつかデストロイメソッドの定義があるねっていうのが見えてる感じです。これ一番一般的なサイトっていうクラスの、デストロイメソッドの定義はここで、2つ目はサイトよりも、少しあこれですね、メソッドデクルサイトっていうちょっと、特殊化したクラスのデストロイメソッドは見えていると、まあ、他にも、あの把握できた範囲で、候補が出ているっていう感じです。あとはフローセンシブアナリシスを紹介すると、さっきのストリングハテナ と推論されていたデバッグメソッドに、まあ、なんかストリングを結合しようとするとこれエラーが出るんですね。これはですね、nil プラスっていうメソッドを間違って呼んでる可能性があるよっていうふうに起こっていると。で、同じコードをですね、この if の中に書くと警告されないと。っていうのは、if デバッグっていうふうになっているので、このデバッグっていう、nil の可能性はこの if の中ではない。微妙なんですけど、こっちのデバッグにフォーカスすると、ハテナがない、もうストリングで決まってるっていうのが分かると。いう感じで、こっちの方では警告しないけどこっちではあのエラーの可能性があるよというのが表示されているという感じです。はい、駆け足でしたけどもこんな感じでデモを一旦終わりにします。はい、で資料の方に戻って、はい、以上なんですけども、いろいろな機能をお見せしました。実はですね、多くの機能は今回作り直している V2 の前のタイプロフ V1 でもできている機能も多かったです。機能の違いとしては、マウスカーソルのホバーで型を表示する機能とか、コメントで RBS を書けるようにしたっていうのはところぐらいです。なんですけども、それよりも一番注目してほしいのはですね、今のデモで使用したタイプロフ V2 のソースコード、言った通り7000行ぐらいあるんですけども、それとも極めてレスポンシブにパッと結果が出るようになっているというところです。これが今回頑張ったアルゴリズム改善の成果になっています。デモで使った通りタイププロフ V2 自身をタイププロフで、解析しながら使っています。まあ、ドッグフーディングってやつですね。
で、実際に型エラーの検知とか定義ジャンプなどが便利に使えています。まあ、自分で作ったものを自分で使ってみるというのは当たり前のことなんですけども、正直言えばタイプロック V1 はですね、あの規模になると大きすぎて遅すぎて、まともに使うのは難しかったんですね。で、今回の作り直しによってこれがちゃんとできているので、結構手応えを感じているのが、個人的な感想になります。はい、ということで本題に入ります。まず旧来のタイプロフ V1 何がまずかったかっていう話を反省したいと思います。その後でその反省を踏まえて現在どのようなアルゴリズム見直しを、やっているかというのを説明して最後にまとめたいと思います。ということで反省からなんですけども、そもそものタイプロフの始まりは Ruby 会議2016年、松本さんがですね、今でも言ってることなんですけど、型注釈なしでスタティックタイピングチェッキングのようなものが欲しいっていうのを言い出したことです。で、注釈がないのなら、推論しましょうっていうのが自然な発想だと思っていて、推論すれば検査とか、今のようなエディターの支援とかいろいろ使い勝手があるはずだというのが、タイプログの始まりでした。ということで、その方向で開発を始めて、タイプロフ V1 は一旦その型注釈のない Ruby コードから、推論した型定義を出力したり、その解析のついでに見つかった型エラーの可能性を、報告するようなツールとして、一応の完成を見ました。で、なんですけども、この時いくつか、いきなり理想的なものを作るのは難しいので、前提を置いてたんですね。その中にですね、解析速度は、とりあえず一旦目をつぶろうとか、解析対象のコードは、コンプリート、一応動作するものであるという前提を置いたりしてました。で、という形で一旦完成したんですけども、ちょっとこの過程が後々大きくことになってきたという感じです。っていうのが、ゴールポストが動いたっていうのは、最初側からこっちをゴールポストに据え続けようっていうのもあるかもしれないんですけど、型推論自身よりも ID サポートっていうのが、我々にとって本当に必要なもんだっていうのが徐々に重要度があるっていうのが分かってきたというところです。っていうのは、V1 の開発途中でもだんだん分かってきてたんで、一応後付けで、無理やり ID サポートを導入したんですけれども、正直いろいろと無理があってですね、さっき言ったようにとにかく遅いんですね。なので実用性に欠けるものになってました。っていうのも、さっき言った前提条件が全然違うんですよね。解析速度あまり重要じゃないと言ったんですけど、エディターのサポートをするっていうとすぐに結果を返さなきゃいけないので、解析速度は何より重要な項目になってきましたし、あとコードがコンプリートっていうのも全然嘘ですよね。その編集途中の何だったら全然パスすら通らないかもしれないようなコードを扱える方が良いっていうふうに条件が変わってきました。端的に言えば最初の問題設定がいまいちだったので、いろいろいまいちにやってしまったというふうに反省しています。なので、そういうふうに型推論ツールとして一応の完成を見たタイププロフ V1 でしたが、それだけでは開発社体験の改善に思ったよりつながらなかったというのが正直なところです。で、後付けで、ID サポートすればいいやって最初実は思ってたんですけども、ID サポートってなめたもんじゃなかったんですね。後付けでできるようなもんじゃなかったと。っていうことを、考え直して、今回タイプロフ V2 っていうのはもう最初から ID をサポートするぞっていう、目的の上で作り直すということにしました。ということで、これからタイプロフの新しい解析アルゴリズムを紹介していきます。ですね、まずゴールとしてですね、なんだ、解析の終わる時間を 0.1 秒未満にしたいっていうのを決めました。編集するごとに 0.1 秒でとりあえず結果を返せるようにしたいっていう目標です。 0.1 秒っていうのはユーザーインターフェースの業界において、人間がですね、そのシステムが瞬間的に反応しているっていうふうに感じる限界時間っていうふうに、よく言われているので、とりあえずこれを目標にしています。で、やっぱりあらゆる状況に使えるものはできないかなと思うので、中程度の規模の、プロジェクトにターゲットを絞ろうかなと思っています。で、実際どのくらい扱えるのっていうのを作り終えてみないと分かんないんですけども、少なくとも今7000行ぐらいあるタイプロフ、結構ややこしい、データコードとか使ってるので、比較的ややこしい方かなと思うんですけど、それでも、さっき見たようにレスポンシブに解析できてるということで、1万行ぐらいはいけるかなと思ってて、うまくすれば10万行ぐらいいけるんじゃないかなと期待してる。ちょっと最終的にできてみないと分かんないんですけど、そのくらいを見据えています。より大きいやつについてはですね、ジェムに分けるとか、ジェムじゃなくてもディレクトリでもいいかなと思ってるんですけど、一旦分けてもらって、それをまたがるような呼び出しについてはちょっと申し訳ないんですけど、型定義を書いてもらおうかなというふうに思っています。はい、
ていう条件の下でキーになるのは、解析結果を差分更新するっていうところになります。つまりですね、まあ、最初から全部再解析して 0.1 秒っていうのは絶対無理なので、編集前の解析結果っていうのを残しておいて、編集があったらそれに必要な必要最小限の更新をするっていうような、まあ、言われてみれば当たり前のアプローチを、真面目にやってるという感じです。基本的なアイデアはですね、データフローグラフに型を流すというやり方です。まずですね、Ruby コード左の上に x イコールストリングっていうのがあったら、こんな感じのグラフにします。まあ、ちょっとリゼあの STR とかちょっと一旦置いといて、まあ、x に STR が入っているというようなグラフです。で、y イコール x というのがその後にあったら x から y に矢印が刺さると。で最後に z イコール x ドットサイズっていうのがあったら、まず、ドットサイズを呼び出すっていう特殊な頂点の後に、その結果を z に返すというふうに、まあ、これがちょっと特殊なんですけどデータグロフグラフとして作ります。でそれができたら、リテラルから型を流していくということをやります。 STR はストリング型なので、まあ、x に流れていくと。で x はそれを単純に伝播させると。で、そうするとですね、このメソッド指がストリングサイズを呼び出すっていうのが分かるので、そしたら、RBS っていう型データベースから、これはインテジャーを返すっていうのを分かるの で今度は Z にインテジャーが流れると。このように解析を進めていきます。ですね、メソッドを使うにはもう基本的に同じなんですけど、ざっくり説明すると、まずメインの方に注目すると x イコール123というのがこうなって、フーに x を渡して、そうするとフーの中の第一引数 n に渡っていって、それの 2s を呼んで返り値がメインの方の r に入ると。こんな感じのグラフが作られます。ここでですね、フーの中の 2s をその前に型を流して、まあ、こんな感じですね、 r にストリングが入るというのが分かると。でここで、編集が起きたとします。今変わりますかね、ここ 2s が 2f にまあ書き換わったとしましょう。もう関わったって感じですね。そうあった時にタイププロフはまずどのメソッドのコードが書き換わったのかっていうのを特定します。でこの場合だったら Foo が書き換わったのが分かるので、 Foo のサブグラフ部分グラフだけを、更新します。具体的にはですね、まず、新しいバージョンの Foo のサブグラフを作ります。こんな風に、N に、引数が渡ってきて 2F を呼んで最後の R に返すと。で型を流すとこんな風になって、でこれが終わったら、元の風のサブグラフを消します。ごそっとね、切る、はい、こんな感じで消えます。すると R に今までストリングが入ってたっていうのが、フロートが入ってたっていうふうに変わってます。ここでポイントになるのが、メインの方のサブグラフ自体は、まあ、出入りするエッジはちょっと変わってるんですけども、まあ、基本的に変わらなかったと。でおそらく普通プログラム他にもいっぱい関数がメソッドがあるんですけども、そっちの方もサブグラフは基本的に変わらないというふうになります。で、一旦アルゴリズムをまとめます と、Ruby のコードをデータフローグラフに変換して、そこに型を流すというふうにやります。メソッドに更新があった場合は、そのメソッドにまつわる部分グラフだけを更新するので高速です。で勘のいい人はですね、部分グラフを更新しなくても型の伝播がすごく長くなる可能性あるんじゃないかって気になるかもしれないです。その話を次にします。長い型の伝播の問題で、まあ、例えばですね、引数をすごくたらい回すようなケースを考えると分かりやすいかなと思います。まあ、フーがバー、バーがバズ、バズが、引数を返して、それを、まあ、ずらずらずらっと返すようなケースがあると、まあ、こんなふうにですね、長いグラフができて、そこに順次渡していくというようなことが起きると。ここで呼び出し元を、1を渡してたのを 1.0 フロートに変えるとどうなるかというと、まあ、新しい部分グラフを作ってフロートを渡すと。でそうするとですね、フロートがオアとしてどんどんついていくっていう、まず電波があって、その後で元の風を消すと、今度はインテジャーを消すっていう電波が発生する。なのでこれがすごく長くなった時に遅くなるんじゃないかという心配があるかなと思います。で、まあ、なかなか説明してるんですけど、これに対するすごく賢い解決はないです。実際遅くなる可能性あります。まあ、最低限の余地はあるかなと思うんですけど、根本的には伝播するしかない。なんですけども、経験的にですね、タイプロフ V2 を使っている範囲で、すっごい長い伝播とかって今のところ経験してないんですね。なので、まあ、同じくらいの規模だったら心配しなくていいんじゃないかなという、まあ、今のところ楽観視しているという感じです。っていうのもですね、まあ、あんまりその、なんだろう、理論上はありえるんですけど、一つのメソッドにすっごいたくさんの型を渡すっていうケースって、まあすごいコンテナ型を自分で実装してるみたいな特殊なケースを除いてないかなと思うんですね。でそういう場合には RBS を書いてもらうっていうのが、基本的な解決になります。
ですね、先に言っちゃったけど、なのでどうこの電波をどうしても止めたいっていう時には、まあ、ちょっと残念なんですけど型注釈を書いてもらうっていうのが、ポイントになります。最初のデモでちょろっとお見せした通りコメントで RBS を書ける、型注釈を書けるので、こんなふうに Foo はインテジャーを受け取るんだっていうのを宣言してもらうと、さっきのようにフロートを渡そうとしたらそこがエラーになるんですね。なので Foo の、実態の方に引数の N の方に、フロートが渡ってその後伝播していくということは起きずに、まあ、呼び出し側がエラーになるのでそこで型の伝播は止まるというふうにできるようにしています。はい、いくつか、基本的なところは紹介したのでちょっと細かいことを紹介して駆け足で紹介していきます。ですね、さっきは説明を簡単にするためにメソッドの中を変更するっていうふうに、限定して紹介したんですけれども、まあ、実際には当然メソッドを足したりですね、メソッドじゃ全然ないところも書き換えたりすると思います。一通り頑張って対応してるんですけれども、今までやってる中で一番大変だったのはスーパークラスが変わるケースなんですね。すでにいっぱい使われてるスーパークラスのクラスのスーパークラスが書き換わると、そのクラスのメソッド呼び出しは信頼できなくなる、再解析が必要になるし、そのクラスの中の定数呼び出しも、変わるかもしれない、インスタンス変数も変わるかもしれないとかっていうのが発生して、まあ、かなりの、再解析が必要になるっていうのが分かってます。で、ですね、まあ、正直これもしょうがないんですけども、まあ、今のところそのせいで止まったみたいなのを感じたことはないかなと思ってます。で、まあ、ちょっとした工夫としてですね、任意の部分から、再解析するんじゃなくて、クラス定義とかスーパークラスのところは、優先的に解析するようにしています。それによってそのせっかく再解析してたのにスーパークラスが変わったから一回やった再解析無駄になっちゃったよっていうのは起きないようにするという工夫をしています。まあ、あんまりスーパークラス書き換えるってそんなに頻繁にやらないかなとは期待してるんですけど、まあ、こういうことはあったという感じです。あとはですね、デモで紹介したフローセンシティブアナリシスですね、if の外側では S が、ストリングオプショナル、ストリングは2ルクラスっていうのがあったときに ifS って書いた中では S はストリングだけにしたいっていうやつの実装方法なんですけど、まあ、相手は単純で、データフログラフを作るときですね、ちょっと特殊な、焦点を入れてます。ニルを通さない焦点ですね。ストリングとか他の方はどんどん通すんですけど、ニルだけはお前はダメだっていう感じに止めるっていう焦点を入れるようにデータフログラフを作ることでこれを実現しています。最後にメタプログラミングについてです。Ruby ではメタプログラミングが非常にカジュアルに使われます。あまり意識しないかもしれないんですけど、まあ、モジュールインクルードとかね、アトリリーダーとかも、まあ、これって Ruby ではただのメソッド呼び出しなんで、メタプログラミングの一種と言えます。で、タイプロフ2ではですね、これらをメソッド呼び出しではなくて特殊な法文として扱うようにしています。まあ、これ多分ソルウェイとかスティープとか他の型解析機も同じなんですけども、そんな風にしています。で、逆に言うと、これらを、ループやメソッドの中で呼ぶっていうのは、本当にメタプログラミングをするようなコードは残念ながらタイプロフでは、扱えなくなります。これは旧来の V1 では、まあまあ扱えてたところなんですけども、まあ、パフォーマンスとそういう変なコードとどっちを優先するかなと思った上でパフォーマンスの方を優先するとして、まあ、こういうふうに判断したという感じです。でですね、これって結局こういう特殊なメソッドを個々に頑張って対応していかなきゃいけないアプローチなんですけども、とりあえず今年は、Ruby 本体にあるメタプログラミングを優先的に実装していこうと思ってます。まあ、なんで当然Rails とか RSpec とかも個々に、DSL を用意しているので、その辺も対応しなきゃいけないって知ってるんですけども、ちょっと後回し来年ぐらいになるかなと思っています。はい、そんな感じです。最後にですね、現状の性能評価は、まあ、デモでお見せした範囲ぐらいなんですけど、ごく簡単に紹介します。ですね、言い訳するとですね、タイプロフ V2 はまだ、対応してない構文、例えばキーワード引数とか、例外とか、もちろんパターンマッチなんかやってるわけもなくて、対応してない構文がいっぱいあるんですね。なので今タイプロフ V2 はそれらの構文をうまいこと避けて実装してるんですけども、なのでその辺を実装してたら遅くなる可能性があります。なのでこの評価は限定的だっていうのをご承知おきくださいっていう言い訳した後で、タイプロフ V2 は今7000行ぐらいのコードになってます。27ファイルぐらい、
で、同じコードをですね、タイププルーフ V1 で解析したら、あんまり安定しなかったんですけど、早くても3秒ぐらいはかかってました。で、タイププルーフ V1 はその差分更新という概念がなかったので、まあ、言ってしまえば編集するために最低3秒かかるっていう、まあ、かなり最悪な体験の状態でした。に対してタイププルーフ V2 は、全体を最初に1回再解析、全体を解析する必要があるんですけど、7000行に対して今は1秒ぐらい、まだ最適化の余地あるかなと思うんですけど、そのぐらいかかっているんですけども、編集に対しては今のところ 0.029、まあ、これね、編集内容にもすごい強く依存するんですけど、まあ、いくつかやった範囲では、このくらい の範囲になっているので、目標の 0.1 にはまだだいぶ余裕があるかなという感じで、実現できています。ということで、今のところ目標をクリアできているので、開発を進めていく際も、まあ、あまり遅くならないかというのを慎重に継続しながら進めているという感じです。ということで、ちょっと関連研究とまとめの紹介をします。ですね、データフローグラフに型を流せて解析するというアプローチのアイデア自体は、ターンという、JavaScript の、正直あんまり使ってないくなっちゃったみたいなんですけども、JavaScript 向けの解析エンジンからもらいました。で、そのターンの、文献を見ると、スパイダーモンキーの JavaScript のエンジンの中にある型推論アルゴリズムを、を参考にしたということで、まあ、同じようなものなのかなと思う。ちょっとちゃんと、しっかり読めてないんで、適当な話で申し訳ないんですけど、ということです。で、ただ、まあ、データフローグラフに型を流すというアイデアはそんなに目新しいものではないので、まあ、なんだろう、ターンの解析アルゴリズムに関するそれ以上の詳しい文献もちょっと見つからなかったんで、どのくらい似てるのかっていうのは正味自分もよく分かってない。ターンの実装もちょろっと見たんですけど、まあ、ちょっと読み切れなかったっていう感じです。なので、まあ、もしなんかもっといい関連研究をしている人がいたら教えてもらえると嬉しいです。はい。で、フューチャーワークは、さっき言った通り、まだキーワード引数とか例外とか、まあ、対応できてないところが一部あるんで、その辺を実装したり、RBS の、まあ、型定義の文法の方も、サポートしきれないってないところがあるんで、その辺を実装するのが最低限で、それからまあ、IDE の機能も、どんどん充実させていかないといけないと思っています。エラー報告まだ足りないですし、定義ジャンプとかも、デモで見せたメソッドと定数しかないんですけども、まあ、ローカル変数とかインスタンス変数とか、まあ、いっぱいありますよね。いろんな定義を飛べるようにしたいとか、保管もですね、デモで見せたメソッドしかない、メソッドもしかもドットで書く、保管しかできないというのが現状なんですけども、まあ、他にもそれこそ、定数とかいろんな変数とかも、保管ができるようにしなきゃいけないなと思ってます。で、実用上重要なのは、その保管の候補として出たときに、それのドキュメントを合わせて表示する、まあ、RDoc を表示するという機能も作んなきゃいけないなという感じです。スティープの方はもうこの辺実装しているので、まあ、なんかうまいことスティープ と、一緒にもやれたらいいなと思ってるんですけど、まだちょっと、試行錯誤段階という感じです。で、最初に言った通り、タイプロフ V1 ではうまくできなかったドッグフーディングは今回かなりうまくできているので、実際開発時に、敵ジャンプとかできてすげえ便利なんですね。で、まあ、逆にバグも割と自分で見つけてしまうので、まあ、なんか割と前回より高速にクオリティ高いものになってきているような、ちょっと自分で自分を褒めている感じはあるんですけど、まあ、いい感じかなと思ってます。なので、まあ、期待していただければと思います。はい。ということで、まとめです。タイププロフ V2 は、エディタ支援をメインの機能として、今作り直しているところです。 Ruby3.3 までに、1万行程度の少なくとも1万行程度の中規模なプレーンオールドな Ruby コードに対しては、実用段階と言えるようにしたいと思って今頑張って開発しているので、ご期待いただければと思います。なるべく型注釈なしで現代的な開発体験を提供するっていうのを目標にして頑張っているので、応援よろしくお願いします。ということで終わりです。ありがとうございました。すいません、もうちょっと一つだけアナウンスというか、ご紹介ですね。画面出てきます。ですね、今回ノベルティとして配られているこのお箸、みんなちゃんと受け取りましたか？ですね、よく見るとですね、これ Ruby のコードが彫ってあるんですよ。これ書いたの僕なんですね。1分ぐらいからちょっと紹介すると、ですね、まあ、もしネタバレ聞きたくない人は今出てってほしいんですけどもいいですかね。このコードって、まあ、一本一本独立して、つまり一行ワンライナーとしてそれぞれ実行することがまずできます。で、こんなふうに2行並べて実行することもできますし、
面白いことにこれ入れ替えてね、あの1行みたいな行も入れ替えて、実行することもできます。でそれぞれ別のメッセージが出てくるようになってます。あの、まあ、メッセージ自体そんなに大したもんじゃないんですけども、あのこのコードよあのどうやってそれが実現されてるかっていうのをあの考えてみると面白いかなと思うんで、ぜひあのなんかこの恥余ってるって聞いたんで、あの余らせないでちゃんと持って帰ってほしいなということでアナウンスしました。はい、ということで今度こそ終わりです。ありがとうございました。